じゃあ質問を変えます。周りどうですか？やっぱり今26歳とおっしゃってました。その周りなかなか関心がない人が多いよって。そうですよね。だって本当そうですよ。だって半分以上の人が行ってないで、若い世代が行ってないんじゃないんですよ。大人も行ってないんですよ。選挙に参加せず何の関心も持たない若者たち。選挙に行ったことないっていう人が半分以上いるのは、これは個人が悪いんじゃないです。これはそういうふうに仕向けられてしまっている。ね、まあ、いわば洗脳ですよ。さっきも出てきました、生活に政治は関係ないよって。テレビつけたらそんな刷り込みがいっぱい流れてるわけですよ。で、なんか知らんけどとりあえず維新ええやんみたいな風に、もう恐ろしいですね。視聴率を取れる候補者を取り上げ、とりあえず維新になってしまっている。維新さんね、大阪の成長を止めるなっていうポスター作ってるんですよ。で、大阪の成長を止めるなって言っていい人って、成長させた人しか言うたらダメな人。例えば令和がおるから大阪の成長お前ら止めんなよって、俺ら維新やってんねんからっていう意味でしょ。でもね、数字を具体的に見ていくと、残念ながら大阪の人、兵庫県にも京都にも滋賀にも負けてます。何がって言ったら、みんなの稼ぎ、国内総生産、国内総生産 GDP って言います。みんなの売り上げを足したものです。経済規模、大阪なんか多そうじゃないですか。人口も多いし、お店もいっぱいあるし。でもね、兵庫県、京都、滋賀にこの GDP ぶっちぎりで最下位なんですよ。大阪の経済は決して成長していないことが数字でわかる。それは国内総生産 GDP がぶっちぎりの最下位。全然成長してない。で、こういう話をすると、いやいやだってねって、大阪はインバウンドがあったからねって言うんですけど、2006年からの資料です。2006年からずっと右肩下がりなんですよ。維新に変わっても何があっても全然成長してなかったんですよ。だからイメージ戦略に騙されてはいけませんよって。イメージ戦略に騙されるなと彼女は語る。